今日もですね、ニュースを見ていたんですけども、ちょっと前なんですけども、東京都で新たに127人が感染して、で、6人が死亡というふうなね、ニュースを人づてに聞いたんで、その方はだいぶ取り乱してらっしゃってですね、127人の感染中6人が死んでるんで大変なんですっていうふうにね、言うんですよ。で、127人の感染者のうち、6歳未満の幼児の方から、80代の男女127人なんで、これはね、もう年齢とか性別とか関係なくかかってしまって、で、127人中6人が死んでしまうから大変なことなんじゃないですかっていうふうにね、言ってくれるんですよね。で、そのニュース映像をちょっと URL で送ってもらって見ていましたけども、私がちょっと腑に落ちないのはね、これまるで127人が今日感染して、今日そのうちの6人がお亡くなりになったっていうふうに、まあ見えるし、その方もそういうふうに、取り乱して私にね、連絡してくださったんですよ。で、これはどういうことなんだろうなと思ったんですよ。おそらく、この報道の見方っていうのは、冷静に考えると、127人は PCR 検査で、陽性になったと。で、その容体はわからないよっていうことなんですよ。で、6名が死亡したっていうのは、確かに、まあ感染症だったのかもしれませんけども、今流行りの。これは何日か前とか、だいぶ前に、かかった方が重篤化して、で、たまたま127人が感染した今日を同じ日に、以前からね、苦しんでらっしゃった方が今日残念ながら亡くなったっていうことで、127人のうちのその中の6人がお亡くなりになったっていうふうに、報道を真に受けると、とんでもないミスリードをするんではないかなと思うんですよ。で、思えば今までね、こういうことが多かったと思うんですよ。今日は50人が感染しました。うち1人が亡くなりましたみたいなことね。まるであたかも感染した人がその日のうちに亡くなったみたいな取られ方をするように意図してなのか偶然なのかわかりませんけども、そういう放送が多かったのかなと思うんですよ。まあ私はテレビをあんまり見ないんで、まあこれからもね、気をつけて見るってことはないと思いますけども、テレビを見た方がテレビの放送だけで判断すると、感染したそのなんか中に何人かお亡くなりになったみたいなね。そうではないよと。今日感染した方は100人いたとしても、その100人中の何人かが今日すぐにお亡くなりになったわけではなくて、何日か前に30人とか50人で感染された方の中に、重篤になった方が数日後にいらっしゃって、そのさらに数日後のたまたま今日新たに感染した方が発表された今日をお亡くなりになった方が何人かいましたよっていうことなんでしょうね、きっと。なんか結構ね、誤解するように発信しているのか、それとも、早とちりして誤解するように受け取っているのか、どっちの問題なのか分かりませんけども、やっぱこのリテラシーって言いますかね。それが何を意味しているのかっていう正確に受け取る力がなかったら、これはちょっとね、だいぶ、誤解をして、それ誤解がデマになり、デマが真実に見えるみたいな、パニックがパニックを呼ぶみたいなことが起きますんで、やっぱ冷静に事実と、感情を切り分けて考えられる人がやっぱりね、求められているんではないかなと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。とにかくね、今日の私に対する連絡の中で127人感染してそのうちの6人が亡くなったみたいなのは完全に間違いで早とちりです。そうではないと思います。今日感染した方127人いて、その中にまだお亡くなりになった方、即日お亡くなりになった方はいないと思うんですよ。で、中に重篤な方が1人か2人いらっしゃるかもしれませんし、それから数日後にね、重篤化される方もいると思いますけども、半分以上、大半の人は、無感覚と言いますかね、無症状で、症状があってもなんか軽症でね、軽症ってのはどういうことかって言ったら、咳が出ますとか、なんか味覚がありませんとか、それから熱が37度2分3分ありますみたいなね、そんなくらいだと思うんですよ。で、冷静に考えると、今まで人生の中でね、38度とか39度の熱が出たことって結構皆さんあると思うんですよ。で、その時にどうしましたってことなんですよね。寝ていたら治ったみたいな感じでしょ。薬飲んだり寝ていたりして、なんか水をよく飲んだらだんだん熱が下がってきて、まあ3日ぐらい経ったらね、ケロッとしてましたみたいな、その時にやばいウイルスなんじゃないかなっていうふうにはなんなかったですよね。で、今回新しい情報が入ることによって、何でもかんでもちょっとね、微熱が上がっただけで、これなんじゃないだろうかっていうふうに、もうね、ヒステリックに考えちゃうのも、慎重論通り越して、行き過ぎなのかなって気がしないでもないんですけども、皆さんいかがでしょうか。